市国籍交渉人民政府の所在地であり、国籍交渉の政治、経済の中心である。2019年時点での祝人口は約709.3万人の大都市である。地域全体の人口は約1076.3万人。市名の由来としては、白鳥を意味する満州語、平地を意味するモンゴル語、 栄養を意味する、助信語などの諸説があり定まっていない。洗い腰やとかを表す満州語、春場に、ロシア語の設備字、をつけたものという説も存在する。関心代には、付与、随代には、末活、東大には、墓会欠付の地とされていた。領庁が成立すると、東京道湾安部の支配地となり、やがて、湾ン部の首領であったアグダにより金朝が、 建国されると、上行海嶺府の管轄とされ、阿城区には、近朝の都城であった上行海嶺府の遺跡が残る。現代になると、療養業商改元路が、秋代には、八字一字、新書には、新潟将軍の後に、アルチュカ福都島の管轄とされたが、開発が制限されたため当時は、森林地帯を形成していた。本格的な開発が着手されたのは、 高所初年に民間が設置された後である。松花江を境界として、南に吉林将軍の管轄である貧州、総上町を設置、北側を国流高将軍の管轄であるフランフクト島の管轄とされた。1896年のロキヨシミツ役により、満州における権益を増大させたロシア帝国により、1898年、満州を横断する。 東西鉄道建設が着手されると、ハルピンは交通の要衝として、ロシア人をはじめとする人口が急激に増加し、経済の発展を見るようになった。ロシア風の建造物が次々と建設され、ハルピンの市街地が形成される。北進事変で一度消失するが1901年より再建され、ロシアの進出は郊外の原野にも及んだ。 1904年に日露戦争が始まり、1905年9月の日露、講和条約により、日本がロシアから、東西鉄道と南部鉄道線の経営権を取得した。これに伴い、ハルビンにも日本領事館が設置され、日本人の居住を合法的に認める開放地の一つになった。1905年10月31日、新庁は、工事館道。 翌年5月11日には、正式に道書を設置し、現在の貧工場に駐在するようになった。ロシア様式の教会。1908年春行。文化大革命時に壊され放置されていたが2017年に、復元された1907年1月14日、新庁は、ハルビンを大外交易拠点とすることを決定、吉林将軍を呼び、 国旅行将軍の総順を入れ貧困庁を設置、貧困関道の管轄とされ行政権の強化が図られた。これに対しロシアは同年11月23日に中東鉄道管理局によるハルビン自治区議会招定を発布、不遠区、新市街の7000平方キロメートルの地域を宿と定め公議会の管轄とし、成長に対抗した。 中林百貨店1909年10月26日、ハルビン駅等で日本の数密院議長伊藤博文が安住魂に暗殺されている。同年、極東最大と言われたロシア系の中林百貨店が大自家街に開店した。1908年にロシアが極東における自由貿易交配市を決定し、外国商品に高い関税を課すと、 ウラジオストックからハルビンへ拠点を移す企業が現れ始めた。中華民国が成立すると1913年3月に貧困町は貧困県と解消され、翌年1月31日には松北市政局に改変された。1916年のハルビンの人口約9万人が1918年には16万、1921年には35万、 に増大した。ロシア人と中国人が大多数を占め、日本人は1916年の約700人が21年には4000人近くになった。さらに1921年2月5日には、ハルビン市政管理局、1923年3月1日に、東省特別区業政庁長官公所が正式に、成立すると公所が、 ハルビン不登区に設置され、現在の政治的な地位の基礎が築かれた。1926年3月30日に、東省特別区市政管理局は、ハルビン市公議会を廃止、ハルビン自治臨時委員会が設置され、ロシア人による統治が終焉した。同年6月17日には、ハルビン特別市自治市弁商店を施行し、不登区、新市街を、 ハルビン特別市管轄区域とし、それ以外の馬屋を、ローハルビン、新安府、ハック、古豪、西洋画等の地域を東省特別区市政管理局の管轄とした。経済面では、1920年代には、ハルビンでも中国人による企業が増え、1929年の世界恐慌や中祖紛争の影響で、満州のロシア系ビジネスは、 大きな打撃を受け、ハルビンでもロシア系資本の一部は閉鎖を余儀なくされ、中国人への売却や外国資本との合弁が行われた。満州事変が勃発、満州国が建国されると、1933年7月1日に、ハルビン特別市が成立し、東省特別区市政管理局の管轄とされた。 日本からのハルビンへの直接投資は伸び悩んだものの在住法人も増え日本製品が普及し1934年の時点でハルビンではロシア系企業の取扱い商品の80から85%中国人企業の取扱い商品の40から50%が日本製であった1935年に中東鉄道が満州国に売却されると ハルビンのロシア系ビジネスは縮小し、1939年には企業数は圧倒的に多いものの総売上額ではデンマークや英国より少なくなかった。その後1937年7月1日に貧困症管轄の普通市に改変されるなどの行政改変が行われながらも満州地区からロシアヨーロッパ方面への鉄道輸送の要所として発展し、 1940年に実施された国勢調査では人口60.55万人に達している。満州国が崩壊し国境内戦の結果中国共産党が1946年4月28日にハルビンの支配権を獲得すると直ちにハルビン特別市政府を設立1948年4月21日には 正葛氏に解消し、松江省省政府が設置された。1954年6月19日の松江省と国流交渉の合併により、国流交渉に移管され、小人民政府が設置され現在に至っている。ロシア革命後、ソ連も中東鉄道の利権を維持し、満州国に譲渡したのは1934年のことだった。国立交渉の中南部、 北流してアムール川に注ぐ、消火口の下半に位置する。欠片の気候区分ではア亜寒帯等気象雨気候に属し、夏と冬の温度差が非常に大きい顕著な大陸性気候である。1月の平均気温は摂氏18.6度と、世界の大都市の中では最も寒い部類に入る。朝の最低気温は平均で摂氏23.9度にまで下がり、 摂氏40度以下まで下がることもあるが、非常に乾燥していて降雪はほとんどない。この寒さのため、ハルビンは氷の街と言われている。一方、夏は暑く7月の平均気温は、摂氏22.8度、日中は平均で28度程度まで上がり雨も多く、年間降水量のほとんどが6月から9月で占められる。年間平均気温は4度。 年功水量は502.3ミリである。旧市かつく、二県九、市七県を管轄する。松江省ビン市ハルビン市,ハルビン市国流高省ハルビン市、昇華港、千区昇華港地区国流高省ハルビン市ハルビンでは、農業、漁業、航行業、流通、サービス業が、盛んに行われている。毎年6月中旬に行われる。 中国ハルビン国際経済貿易商談会は、これらを見るいい機会である。ハルビン近くはいわゆる黒土であり、あらゆる農作物が作られ、稲作も行われている。消火口などの大河での漁業も盛んである。中華人民共和国成立後は、充電、航空機製造、薬品工業、自動車産業、飲料製造が盛んになっている。 ハルビン開発区、ハルビン経済技術開発区、更新技術産業開発区は、市内に3地区あり、内外の企業を誘致している。南三影集中区は、市外区の東で山間路内にあり、ハルビン工業大学などの大学にも近く、ここに管理委員会もあり、サービスセンターや創業ビルなどもある。公平路集中区は、南の4館路のすぐ外側にあり、 製造工場が集中する開発区工業新区にも、近く、自動車産業、製薬業、IT 産業などを集めている。迎賓路集中区は、南西郊外で、四環路のすぐ内側にあり、バイオ産業、ロボット関係、ロシア関連の企業を集めている。水運、航空機、鉄道、高速道路を通じてハルビンは交通の要衝になっていて、交通、 流通関係に努める人も多い。またそれにつれて商業も盛んである。金融関係では中国の有力銀行は全て支店を持っているが地元の銀行としてはハルビン銀行がある。ハルビン太平国際空港ハルビン西駅中国東北地方の主要路線が通っている。主要な駅にはハルビン駅、ハルビン西駅、ハルビン東駅などがある。 ハルビン地下鉄は2005年より建設が進められ、1号線は2013年9月26日、3号線は2017年1月26日に、それぞれ一部区間が開業した。このほか2号線の建設が進められている。ハルビン高校の路線バス聖ソフィア、大聖堂大多数は宗教に無関心であるが、信仰する人の中では、仏教や道教が多い。 キリスト教もプロテスタント、カトリック、ごく少ないが東方正教もある。ロシア人が多く住んでいたことから、新中国建国までの間に、東方正教会の聖堂が多数建設された。聖ニコライ聖堂など文化大革命中に破壊されたものもあるが、生信女非護聖堂は、教会として現存し、聖ソフィア大聖堂の建物は、博物館として使われている。 代表的な仏教寺院には極楽寺がある。ムスリムも多く精神寺もある。南三陰区の大東寺課外は中国では珍しい教会通りになっており、プロテスタント教会、東方正教会、向かいにカトリック教会が短い距離に並んでいて、少し離れて極楽寺もある。ハルビン大劇院。2016年春行テレビには国流交渉 TV、 ハルビン TV がある。新聞は、国旅行日報、国旅行はした報、生活報、新版報が発行されている。朝鮮語新聞では、国旅行新聞が発行されていて、東北全域に配布されている。スケート競技が盛んである。特に、フィギュアスケートでは、国際大会に出場してくる、有力選手の多くが、ハルビン市出身の選手である。 ペア競技では、洋浜の門下から新雪、超広し白組、宝生、刀剣組、超丹、超広し組を輩出している。破りスキー場があり、アルペンスキー、ノルディックスキーにも力を入れている。寒中水泳大会は、冬の風物詩である。ハルビン氷祭り、1985年より、毎年1月5日に開かれている氷による、彫刻物の展示会である。 ありがとうございます。